ショート管理空手道日生会の中島です。今回は裏回し蹴り2回目をやりたいと思います。前回は基本編を行いました。今回は少し組手で入り込むような裏回しを行いたいと思います。フェイントからの裏回し、連続技からの裏回し、前足、後ろ足、いろいろなパターンで行います。効果的なのはその試合中いろんな攻撃をしている中で裏回しを一発技で持ってくる、ものすごく効果的です。例えばそれ前まで回し蹴りで蹴っていて、回し蹴りだと思わせといて裏回しに行く、これとても有効です。前足なんかで前蹴りを回し蹴りを蹴っておく、そこで裏回しに切り替える。相手選手だと回し蹴りが飛んでくるような形で避けに入った瞬間裏回しに入ってくる、とても有効です。相手に立ってもらってやりたいと思います。試合中回し蹴りを見せておきます。中段や上段回し蹴りを見せておきます。裏回しは頭の中に入れておかないような形で回し蹴りを見せておきます。いざ裏回しを蹴ろうとした時、足を振り上げた時に相手の意識が回し蹴りに行く、または手が下がる場合、とても裏回し蹴りが効果的に決まります。この他にも例えばワンツー回し蹴りで入るところをワンツー裏回しで入ってみる。相手追い込まれてます、スッと回し蹴りの方に反応した場合、ものすごく効果的に決まると思います。前足でも同様です。何か仕掛けて回し蹴りだと思わせておいて、そこを裏回しに入ってみる、とても効果的に決まると思います。攻めのパターンはいろいろあります。自分のやりやすいパターン、また新しく作るパターン、いろいろあると思います。自分の裏回し、決められる蹴りをしっかり作ってください。